はい、川名さんに今日来ていただいて、国立新美術館なんですが、川名さん、人の下の名前は川名裕二です。裕二さん、うん、そう。それで実は川名さんが私の作品を今Now で展示している私の作品についてこう批評を書いてくださって、批評って言っていいかどうか、いやいやいや、大したあれが。それでまあ今日、まあ、お会いしたいねってのはそれと関係なしにお会いしたいねって話があって、なかなかその彦中先生の、まあ、感想であり何であり、ちゃんと言ってくれる人っていうのはあんまりいないんですよね。それで金田さんが Facebook に書いてくださったんでそう、ちょっと持って、ありがとうございます。ほら、さっき言ってその恐れ多いのは僕も最後こうアップロードするときに怒られないかなって思いながらやってますよ。やっぱりこう、まあ、批判、僕の場合は結構やっぱり作品をそのすごく自分の影響というか、すごいなんですかね、やっぱ影響力がある作品なので勉強させてもらってるっていう、そういう気持ちもあるんで感想を書いていて、それ批評とかその悪口ではないので、おそらく彦坂さんのやっぱり批評力にその普通であれば戦いを挑むっていう気持ちには多分なかなかならないので、あまり感想を皆さん書きたがらないのかなとは正直思いますけども、ただでもそうですね、僕の場合はまあやっぱりその僕専門学校で学生に教えてたりもしてるんですけど、はい、やっぱり見てもらいたいなっていうのもあるんですね。僕の世代よりももっと20とか、うん、それ以上下の子たちがやっぱりいい作品をこうちゃんとこの今の現代のこう中でも面白い、本当に面白いな、本当にクリエイティビティのあるというか、そういう仕事をやっぱり 見ないと、そういう仕事がどんどん少なくなってる中で、やっぱり彦坂さんは貴重なそういうお仕事を、制作をずっと続けられているので、そういう気持ちもあって Facebook とか Instagram とかを使って感想を書いたりっていう、そういう気持ちはあるんですけど、いや、ありがとうございます。多分一般の方でも怖くて怖いし、やっぱり論争になると、やっぱり今論争避けたがるますよね、あんまり議論は多分、まあ、私でもさ避けてますよ、ね、そう逆の意味で一つ思ったのはその今クリエイティビティを評価するっていうのはあんまり今ないと思うんですよね。その難しさもありますもんね。だから川野さんのフェイスブックの感想でおっと思ったのは、そのクリエイティビティってことを評価されていて、今だから評価の軸がクリエイティビティから移っちゃってるんですよね。そうですね。まあ、それのちょっとそのクリエイティビティについてちょっと川名さんなりに、あと川名さんはその、ニコニコ動画で受講されてるんですよね。はい、だからその中でこう含めてこうクリエイティビティっていうものを、そのもしくはそのムサビで日本画を専攻されてましたけど、はい、そういう授業との違いみたいな、はい、先生は内田栗先生ね、うん、その辺のことをせっかくだからお伺いしたいなと思ったんですけ ど、そうですね、やっぱり僕日本画に、まあ、行ったんですけど、やっぱり大学1年の時に藤枝照夫さん の授業を取ったんですよね。取ったっていうのも、それ友達が面白い先生がいるって言って、で何が面白いかっていうと、いきなりもうその村上隆さんとかの、批評をっていうか、まあ、村上さんとかが好きな人は聞かなくていいってますそういう講義から始まって、面白い先生がいるからって言って、それで一緒に興味本位で行ったら、やっぱドハマりしちゃったんですね。その喋もう大体1時間ぐらい遅れて30分ぐらいしか喋らないんですけど、授業のでも来てバーッと喋ってるのをもう一生懸命メモ取って聞いてたんですけど、それで批評の
どうやらたくさん本が出てるっていうので、うん、で大学のまあ1年生なんで、まあ読んでもちんぷんかんぷんなんですよ、まずは、うんうん、だけどなんかこうこれは知らないと美術っていうものが分かんないんじゃないかなっていうところから、うん、一生懸命読んでそれで、でまず大学中は先生にも質問に行けるレベルでもなくて、何を平面性とか、うん、そういう一個一個の言葉もちんぷんかんぷんだったんですね、うん、だってデッサンしてばっかりで日本画なんか描いて、うん、そういう学生なんで、うん、ちんぷんかんぷんになったんですけども、ただでもそこからいわゆる現代美術とか、うん、芸術とか、うん、そういうその道っていう何ですかね、大学の中でも異様なその道っていうのがあるんだなっていうのに、そこにこう進んでいくようになっていくんですよね。なるほど、うん、まあね、そういう意味では藤枝照子さんっていうのはやっぱり私にとっても先生なんですよね。でやっぱ私は藤枝さんを認める人だから、藤枝さんもそれは感謝してくれてて、うん、一回藤枝照子さんの独演会があった時でも、まあ私は評価してくれるんですね、うんうんうん、でまあ良かったよね、そういう意味ではね、デジャンのお弟子さんだっていうまあだけどもう一人その何だっけ、女性のアグリさん、それはアシスタントをやってたわけでしょ。あ、そうです、大学出てそのまま大学の助手に、うん、引き抜いてくれたっていうか、うん、させてくれたんで、うん、その時はもう内田先生のまあもう本当に研究室、日本画研究室を、うんまあ、運営する、うん、お助けをさせてもらって、うん、まあいろいろ社会勉強も含めさせてもらい、でそれで助手になった1年目に藤枝さんも退官していらっしゃらなく、うん、大学からはいらっしゃらなくなってしまい、ただその後ちょっと縁で藤枝さんが個人で研究会みたいなのを、うん、内輪みたいなのを、うん、内輪って言ってもでもいろんな方が別にオープンだったんですよ、うん、でそこに参加させてもらって、うん、でだんだんちょっと自分も分かってきたものとか質問しに行ったりとかして聞けるっていう、そういう意味では、うん、まあ、本当でも自分にはもう本当紳士的に優しくいろいろ教えてくれて、うん、でもまだもうちょっと今聞きたいこといっぱいあるなと思うんですが、うんうん、ね、内田あぐりさんとは少しご縁があってほんの少しですけど、内田あぐりさんの、うん、教え子さんの女性作家がいて、なんて言ったか覚えてる？山本愛子。あ、そうそうそう。山本愛子。友達、まあ、知り合いではあるんです、うんうん。山本愛子さんの展覧会は関わったんだけど。で結局彼女は継続するのをやめてこう。そうなんですか。やめちゃうんだよね。まあもう結構今最高しばらく落ち着かないというか、うん、あれ結婚してそのあたりからちょっと途切れちゃってます。うん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 、まあお父さんも、ね、そうですね。でそれでまあ伊沢さんもいなくなっていろいろこう、まあ、自分も作品作りにまあこう、まあ、常に限界は感じたからなんですが、で彦坂さんにのその YouTube とか Facebook にこう出会って、そのやっぱり本質的なそういうハードコアな内容をこうご教示いただいているというか、そういう感じでニコニコも撮らせたので行かせてもらってるっていう感じです。まあだから一番ね、その今回書いてくださった中でも結局多くの作家たちがその影響関係で制作してるわけですよね。でそれは実は当たり前にみんなしちゃってること、例えばほら、うん、何つったっけ、パープルームの梅津陽一さんにしても、ね、うん、はい、彼がだから問題にするそのラファエル・コラの絵をほとんど似た構図で描いて、だからああいう風に
影響を受けてそれを作ってオマージュをするでしょ、でそういうことしちゃいけないって言ってんじゃないんだけども、私はねしちゃいけないって言ってんじゃないけども、まあああいう作品、しかもあれも偽造してるわけだよ、ラファエロ・コランは天描派やってないからね、それを天描派にしちゃうわけでしょ、でそこは嘘じゃないよね、嘘の偽造をさアーティストはやってもいいのかっていう問題なんだけどね、だからいけないとは言えないよ、やってはいいのかと思うわけ、でああいうことを、まあ梅津さんっていうのは非常にこう守りが強いっていうか個性が強いっていうかね、私も少しは接触してて、彼が企画する展覧会で、どこだっけ、鳥取まで行ってます。よかったけどね、鳥取の街そのものはね、日本で今一番人がいなくなっちゃってる街なんだよね。なんか逆に若者が住みやすいって言って、アーティストも結構移住したりっていうのも、私もね、住むのがいいなと思うんだよね。いやだからね、疲弊してる場所がいいですよ。だからさっき名前出した大木さんの関係で、高知まで行ってますけど、高知もねすごくいいところでね、食べ物も美味しいしね、活気があってね、すごくいいところなんですね、それでチンチン電車が走っててね、もう本当にそれであそこも、経済的には僕が聞いた時には、とにかく沖縄よりも、経済的に貧しくなってる。でもそういうところっていいですよ。なるほど、だから今日本がこう貧しくなってるって言ってみんななんかいろいろ言うけどね、貧しくなるってことは一概に悪いことじゃない、ないんだよね。それでなんか初めてこう知ることっていうか、意味というものをね、こう理解できるわけであって、だからまあなんやかんやだから花さんの関係も、細い糸ではいくつかつながってるわけですよね。そうですね。だからまあ僕はから言うとね、そのつまり人そういう他人の作品を見てバリエーションで作品を作っていくっていうのは、だからさっきも別にこう今回ここまではっきり言うのは初めてなんだけど、つまり関根信夫さんの作品って実はこうパクリがこう基本にあって、それでステンレスの柱の上に石乗っけるっていうのもあれはだからパクリであって、でこれはこの間 YouTube 動画作った時に発見しちゃうわけですね。でそのまず位相第一自体がパクリなんですね。でそのパクリをやると何がいけないかというと作品の格が落ちるんです、確実に。だからほら日本人みんな分かってないんだけど、例えばダミアン・ハーストがサメなんかをこうホルモリン肉にしてこう入れてやってますよね、あれもパクリなんですよね。まずあの箱があるでしょ、あの箱のオリジナルっていうのはジェフ・クーンズだったんですよ。ジェフ・クーンズが並べる、ドッジボールを並べてる作品、バスケットボール、ね、バスケットボール、あれの水がホルモリンなんですよ。確かにそうっすね。なるほど。でとにかく人のものをパクるとね、作りやすいですけども、ただ作品の格っていうか、だから僕は何流ってこうやるじゃないですか、確実に落ちるんですね。で落ちちゃいけないとは言わないけども、そういうことを連鎖していくわけですよ。だからそうすると、だから人の真似をして落とした作品をさらに真似していくっていうとね、オリジナルだと思って、そうするととにかくどんどんひどくなるわけですよね。そうするとどこかから形成できなくなるんですよね。だから内田有利さんがのことで言っていくと、内田有利さんがその模倣関係まで僕知りませんから、だけど彼女は今それなりの評価がある理由は、彼女は実は格が相当低いんですよね。彦坂が言う6400っていうこの世の普通のこの世ですね、ここならここの例えば歩道の
画っていうのが6400次元だ、うん、でそれよりも低くなると、うん、私は最初言ってたけどそのよりも低くなるのはあの世になるって言ったの、うん、ところがね現実はあの世がたくさんあるんだよ、うん、こういう道っていうのは舗装してあるでしょ、舗装してない道とかね、あ、うん、そのまあ荒れてる場所があるんですよね、うちの周りにあるんだけど、あるは例えばキャベツ畑があってキャベツをできたのから取って、うんうんうん、そうすると残りが、うん、その散乱したようなそういう畑ができるわけね、うんうん、でまだ成熟してないキャベツが残ってるんだけど、うん、そういうところが163万8千円分、それ、うん、それがこの世あの世も含めてあの世の最低レベル、うん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 、あの世の最低まで行くと、うんうん、それ以上は見えないわけ、うんうん、原理的にはあの先まであるんだけど、うん、それはだから現代の物理学が言うんだけ ど、うん、なるほど、あるところまで来ると人間の認識の限界を超えるというわけ、うんうん、だから普通例えば私だと芸術について現芸術、芸術、反芸術、非芸術、無芸術って5段階言うでしょ、うん、と私だって5段階まで行くんだけどその5段階の外だってあるだろうと思うわけ、うん、そうすると現代物理学は答えて11段階まであると、うん、だけども認識できるのは5段階まで、うん、でそれ以上は認識できないっていうかね、うんうん、だから認識できない限界まででいいっていうかしょうがないわけ、ね、だからまあ、アングリさんは内田さんは、うん、まあそこまで持っていかれたこと自体はまあなんていうのかな、うん、あの確かに、マルキーリ美術館で展覧会なさったりしますけど、はいはいはい、マルキーリのさんのあの、原爆の図も実は、はいはい、ね、あの世の段階に入ってるんですよね、うんうん、だからまあ、そういう、こう、中心になっていくっていうね、趣味が内田先生と、まあ、一緒に長く、まあ、あの時間を共有してたんですけども、やっぱりそういう趣味性は感じますね。あ、そうですか、ただまあ、なんていうかね、面白いですけどね、その面白さはありますよね、その付き合ってる感じはっていうか、あのちょっとやっぱそれこそキッチュっていうかキッチュ好きな先生ではありますかね、うんうん、そのなんていうか、まあ、結構下品なこと、今ここでも言えないような下品なことを言うよね、うん、僕は会った時に冒頭でそれやられてるからさ、うん、いやだからまあそれは別に一概にね非難するものではなくて、うん、つまり彼女の中でやっぱり決意してこう、うんうん、降りてる部分があるんでしょうね。そうですね、うん、それとまあでもすごい逆の方向も持ってはいらっしゃるなっていう感じが、うんうん、両方こうそういう感じはしましたけど、うん、ちょっとフォローします、うん、あのまあだからそのまあ敗戦後のね日本画家の中では、うん、つまりやっぱりタブーを破ってこう、はい、一つ突き抜けてらっしゃるから、ただ、うんうんうん、まあ僕の方から見るとまあ結構困ってるようには見えますけどね、うん、完全に見切っていないなっていうふうには思いますけどね、うん、だからそれは彼女だけじゃないですけど、うん、あの名もなき実政君にしてもそうだし、あのあれだな、梅ラボにしても、うん、今回彦坂さんだから作品でその今、うん、そのまあ、内田さんにしても梅ラボにしてもなんかこう日本のローカル臭い感じがする気がするんですよ、うん、で彦坂さんのはその日本のローカルさがやっぱ感じない作品だし、うん、そういう基準で制作されてるなっていうところがすごく僕はもうすっきりしてて好きなんだったんです。ありがとうございます。まああの基本的に、まあ、日本的で作家なんですけどね、私はね、それからそのいやあの日本画家っていうことでいらっしゃると、僕はやっぱりどっかで日本画についてこういう連続的な動画を撮っていきたいなという、面白いですね、うん、いやかなり重要なんですよね、あの
あの日本美術をね、その世界美術史の中でローカルだと思ってらっしゃるね、多くの人が、ね、でそれは決定的に間違いです。なるほど、うん、日本美術っていうのはやっぱり世界史の中で、あの決然としてこう、あの超一流性を持っている美術で、もちろんあの調子が悪くなるのはその明治維新とか、ね、調子悪いですけど、長い目で見るともうそりゃそうですよね、うん、確かに、うん、目力、うん、だからそれはね、あの本当は村上隆さんなんかにも喋りたかったんだけど、村上さんはとにかくものすごく私を嫌うからあの一番嫌われたのはあのパリでやった塗り絵展の時に、ええ、行きますよって言って、だからオープニング出させてくださいって言ったら、やだって言って、やだやだって今日はいいですよ、別に普通のね、翌日の一般公開で行ってきますからそれで初日の朝早く行って、でまた村上さん出てくるから、こんにちは、来ましたよって言ってさそれで全部天井高高いですね、綺麗な美術館でって言って、どのぐらいあるんですか、知らないとにかくだけどあの人僕の作品買ってるんだけど、ああそうなんですか、一応売った人からいいですかって言ったら、それ別に買ってくれるだからね、そのいや本当にね、こうきちっと話をできれば有益だったと思うんだけど、やっぱり美術の半分しか知らないっていう感じはあるよね、うん、私も別に村上さんがやってた側の半分をよく知らなかったっていうのはありますけどね。だから糸崎さんなんかもあの痛烈に自覚して話していくんだけど、そのまあ簡単に言えばそう経済的な問題があるわけですよね、美術の側に、はい、うん、だからそれをまあだからピカソが格闘していくのはそういう問題ですよね、うん、お父さんの関係でね、なるほど、はいはい、だからまあ、うん、まあみんなほら、まあ、日本の中だとピカソって言っても有名人としてのピカソしか知らなくて、うん、あの日本語で翻訳までされてるんですけど、ピカソの孫娘がピカソを散々に批判してる本性があって、うん、でもとにかく どれほど不幸だったかって言って、まあ、その孫娘のお父さんを、まあまあ、簡単に言えばいじめ殺していくわけですよね、うん、だから、まあ、なんでそんなことしなきゃいけないのかっていうのはものすごく難しいことだけどね、だからまああのね、あの長くなってしまったので、どうもありがとうございました、来ていただいて、そう本当に、ぜひどこかで、日本画のね、そうですね、うん、僕はもうやっぱり日本美術っていうのはすごく高く評価してて、はい、ただ日本画家になろうと思わなかったっていうのは基本的には小学校1年で油絵を描いちゃった自分が選んだわけじゃなくてね、なんとなくそういう風になって、まあ親ですよね、親がで結局航空会の日展航空会の清原圭一さんっていう人を私の家庭教師にしちゃって、家庭教師、うん、絵のですか、うん、いや何も実態はないよでも絵の家庭教師を頼むっていうのはなかなかすごいご家庭じゃないですか、すごいご家庭ってその小さい時から、うん、つまり日本が敗戦したってことはみんな敗戦が分かってない、敗戦したことによって日本中に結核が流行るんですよ、でそれを私は罹患するわけですよ、ね、で普通で言えばそこで死んでるんですよ、ね、でその親はだから私を連れて、あの青山の日赤病院に行って、ね、そうすると大きな蓮の花の池があってでそこに天皇陛下がいらっしゃって、私は天皇の巡行を見てとかお会いしてるの、うん、それで青山の日赤病院だから、結局結核の薬をアメリカから最新にできたヒドロジットって薬が入って、それが私に投与されてるから生き残るんです、うん、
まあ、だから生きてるわけなので、まあ、だからそういう意味でそこから考えるとね、あのいや運のいい人だというふうに思います。はい、あの今日はどうも本当にありがとうございました。ご無理言いましてありがとうございました。まず美術作品見ていいとこ悪いとこがあるんだけど、つまり一つは冒頭から論じてらっしゃるのは、つまり作品を想像するっていうのはそのゼロの問題があって、うん、つまり今の作家たちっていうのは、うん、つまりまあパクってるというか、うん、他人の作品を前提にして、うん、そのバリエーションで作品作るんですよね。でそれはだからみんなよく分かってないんですね。例えば、うん、僕の先輩で言えば関根のお坊さんですけど、はい、関根のお坊さんもパクリの連続なんですよね、うん、でそういうことって分かってないわけです。だから いわゆる、関根のお坊といえば磯大地で、あの作品を評価するわけですよ。日本では絶賛するわけですよね、うん、ではでもあれは実はアメリカで関根さんがやる前に3人ぐらいが別々にですけどもやっていて、私はそれを本人も書いているし指摘してるんですけど誰も読まないですね。でも関根さんが独創であれを作ったという国内評価ですよね。でとにかく何か言っても聞かないですからね。そんなことは知らないっていうか、こうそっぽを向くだけで、でそのことがある意味で彼を殺していくというか死なせていくわけですよね。だからその重要なことは、例えば関根さんで言えばそれで磯大地で当てますよね、うん、それから次は磯スポンジっていう作品があるんですけど、はあ、丸い大きなスポンジの棒、丸い玉ですね、それの上に鉄板を乗っけて、それでそのこう歪んでるっていう、まあ、だからそれは磯大地のバリエーションなんですよ。でそのこともあんまり日本では喋らないですね。私はあれの授賞式まで出てますからね、うん、だからそれでもってその作品がどうなるかっていうことですよね。実際美術館に持ち込むんじゃないですか。買った美術館があるわけですよ。とスポンジは変形してっちゃうんですよ。で始末に悪くなるんですよ。それで結局そのスポンジの上に布の袋をかぶせて、で実際の作品とは随分違うものになってね。だけどまあとにかく形式的に買っちゃったわけだから、とにかく始末をつけないといけないんですね。そういう風になっていくっていう問題があるの、うん、でそこまでまずみんなが、うん、作品的には連続してるわけですから、うんね、関係も、ま、全く大あの円筒形っていう意味でも同じことをやってるわけであって、うん、その日本の観客ってさ、そういうことをちゃんと見ないわけだよね、うん、ものすごい程度の低い観客なんだよね、うん、まあ、観客の悪口言うといけないっていうふうに怒られるんだけどさ、ね、だってそのことが、それからさらにその後やる、まあ、まずその関根さんっていう作家をさ成立させるときに、関根さんのアトリエとかなんかもみんなそうだけど、奥様がいて、奥様の家から資金的援助を受けてたわけですよね。それでそれからアイディアもたくさん奥さんからもらってるっていう噂は強くあって、私もそう思いますけどね。それで関根さんはまあ確かにその、あとまあ関根さんの後ろに、斉藤義寿さんがいたわけですよね。でその辺 その頭脳シンクタンクみたいなものがあって関根さんが作動してたんだけど、そのシンクタンク、私が知ってる限りですけど、頭脳が外れるのがステンレスの銀の上に石を乗っけるっていう作品がありますよね。あれはそのシンクタンクが全部反対したんですというふうに聞いてます。私が直に出てたわけじゃないですからね、その あくまで噂で聞いてるんだけど、それで斉藤先生も反対して、それで結局その関根さんの最初のシンクタンクっていうのは分解しちゃうんですね。で問題は今度は私がですね、一応関根さんを私は先輩としては扱ってるから、何回も、その関根さんの事務所にも行ってるし、普通にお付き合いはしてるんですよね。ですからこの間のお葬式も出てますし、お葬式でも出る人と出ない人がいるわけですね。つまり物反批判をした彦坂が関根さんのお葬式には出てるんですよ。でしかもあの時体悪いんですよ。だから糸崎さんについてってもらってるんだけど、歩いてるともう道路につんのめっちゃって、大変なんだよね、前につんのめって。
ってこう、その段階は顔を打ちつけてないけど、その後になってくると血まみれになるという状態になるでそういう状態で、でも関根さんのその追悼会には出てって、はい、でそこに出ない人がいるわけ、ね、菅木翔さんは出ない、あ、ね、はいはい、で問題なのは その辺もそうなんだけど、物発した時に、うん、その菅木翔さんの、うん、モノハのオリジナルモノハっていうか、最初にモノハを作った、うん、つまり関根さんがやったことは事実なんだけど、うん、関根さんがリーダーじゃなかったとは言わないですよ、僕は。関根さんはリーダーだと思いますけど、うん、そのリーダーだったのは、井戸ヶ谷にアトリエを作っていて、そこに小清水さんと関根さんがいて、あと誰だったっけな、小清水、あとははっきり分かんなくなってたけど、吉田茂、吉田さん、とにかく3人ぐらいがいて、でその中にリーさんもいないし、だからリーさんはオリジナルモノハじゃないですよ。だから言い換えるとパクったってことなのね。で実際パクった作品があって、でこの間展示された、ここで展示したものは当時僕見てないですね、うん、その時には。だからそのリーさんを評価した時に、最初の水江の号の中に載っている作品じゃないです。つまりね、リーさんがねオリジナルの作品を出してるのかどうかっていうのはね問題なんですね。普通美術館で回顧展やるって言った時にはオリジナルの出品をするっていうのが前提にあって、できない場合にはその再制作とかそういうことを書いていくんですよね。ところが彼は、まあ、一つの事情はリーさんはアトリエが火事になっているので、だから第1回目に出品した作品のかなりのものを失われているんですよね。で第1回目私は見てますからね。で問題は第1回目を見てると見てる人に聞きたくないのみんなそう、みんな他の人たちが ね私の場合でもそうです。この人も出てるけど、私の作品フロアイベントって最初の作品をやった当事者が出てても、それの作品を解説するのがトミー・レイコさんっていうニューヨークの美術史家で、ちょっとみんなトミーさんの話を聞きたくて、私には一切喋らせないあれは何なのかっていうのなんですよね。つまりほら、だから関根さん関係にしても、私は一応玉美の先輩だからね、関根さんっていうのは、ね、はい、モノハの人はみんな玉美モノハは全部先輩です、はい、そこから芸大モノハですね、少なくとも江所浩二さんっていうのは、私が大学に入る前の、水道端の時に石膏デッサンを習ってた先生なんです。だから彼が展覧会を、ルモンっていう展覧会をやって、それは日動画廊系だとその当時は聞きましたけども、そこで具象画が出てきて、それを私は見に行ってるんですよ、江野倉さんの具象画、うん、でそういうことをみんな聞きたがらないっていうほら、だからみんなは何を望んでるのかっていう、こう基本的な疑問があるじゃないですか、はいはい、ね。だからそのまあ簡単に言えば、菅木翔さんはその関根さんの追悼会には出なかったし、ね、だからそういう話で言っていくと、例えば僕は玉美の恩師である、例えばあの高松城先生のお葬式は出て、焼き場まで行ってお骨を拾ってるんですよね、うん、それからあと遠野方面先生のやっぱりお葬式は出て、うん、お骨を拾ったかどうかまで覚えてないですけども、だけどそういう時に同じ、例えば堀光斎は来ないんだよ
で何してたのっていうと画廊で酒飲んでんですよそういうのって正しいのかねあるいは税なんだよね、つまりもうお葬式なんてしないっていう先駆性があるんだろうね。私はね結構古いからね、そういうことが意味のあることだ。だって聖書を読むとさ、イサクの息子のなんとかかんとかってずっと書いてあるよね、年代記がね、ね、そういうこと大切だよね。でそれを全然無視するわけだよね、うん、だから河野さんにしゃべってもらう。そうだよねすいませんね、ちょっと質問してよ